チャンネル今日はスクイーズをやりたいと思います。スクイーズスクイーズでかい。コンビニ行ってスクイーズを出たんだよ。思わず大人買いしました。袋なんで履いて中身分からないようにしてるんだよね。ねえ見てシークレットあるんだよ。おーちゃんもシークレット。ほんとだ。もっちりベーガリーともっちりケーキ屋さんね。はい、これはリーメントのスクイーズですね。あとパンダ売ってた。パンダほらマジ茶色と黒だ。あれ心地超いいからさ。おぉ、ね、気持ちいい。ね、触ってみてよ。おぉ、これ取っていい。おぉ、気持ちいい。パンダのおにぎり。ギュッギュッ。もん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 。これ食べちゃダメだよ。さあ、肉まんのパンダみたい。伸びない。はい、もっちりケーキ屋さんが10個、もっちりベーカリーが9個ですね。あるだけ買ってきました。そうだね。早速開けていこう。ゴー。あっちゃんこれから開けます。じゃあケーキ屋さんから開けましょうね。ラインナップは蒸しパン、ロールケーキ、いちごロールケーキ、パンケーキ、チーズケーキ、クレープ、カステラ、いちごショートケーキ、シュークリーム、エクレア、シークレット。シークレット欲しい。シークレット欲しい。二人とも何が出て欲しいの？シークレット。シークレットか。シークレットのシルエット見ると大きいハンバーガーの上に小さいハンバーグ乗せてるみたいな。これケーキだからさ。あ、そうか。ママはね、6番のクレープが出て欲しいな。じゃあパパはパンケーキ。かわいいでしょ。かわいい、それもいいなと思った。じゃあ10袋しかないので全部別々のが出ても全種類は出ないってことだね。そうだね。うん、残念ながら。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあ1人ずつ順番でね。おーちゃん、おーちゃん、せーの、はい、あ、ちぃー、だからね。あ、シークレットじゃない。違うね。これはカップケーキみたいな感じ。蒸しパン。蒸しパン。うん。すごいね、この弾力。一番の蒸しパンがこれですね。はい、はい、蒸しパン出ました。次私です。じゃあ開けます。なんだなんだ、もう持ってから何が出るかな。それおーちゃんさ、それ違うの出た。それおーちゃんさ、シュークリームだ。はい、こんな感じです。シュークリームです。おー、ちゃんと生クリームがいっぱい挟まってますね。うん、美味しそう。食べたい食べたい。匂いはスクイーズの匂い。今してみたい。いい匂い。9番シュークリームです。お母さんが欲しいの狙うぞ。ありがとう。あげるよ、あげるよ。ほんと嬉しい。じゃあ次、はい、おーちゃんの番です。ずいぶんちょっと中身がね、詰まってる、残ってるね。なんかも…出ました、これ。早っ、シークレット出んの。ねえ、出ました、カメなんだ。せーの、カメだ。大丈夫。じゃんじゃん、11番のシークレットですね。間違いないですね。3個目にして、うん、まーちゃん、おーちゃんが狙ってたシークレットが出ちゃったので、はい、次は何が出てほしいか選ぼっか。おーちゃんも、ママのクレープ。おーちゃんもママのクレープ。人気だね。
しい。ありがとう。次はパパも狙ってあげるから。ありがとう。パパも。ありがとう。4袋目。せーの。よっ。よっ。じゃが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 じゃん。ショートケーキケーキ。ショートケーキ。じゃーん。ショートケーキ。ぽちゃんいちご好きじゃなかったっけ？ぽちゃんあげる？食べれるよ。あ、これはさ、他の3個と違って硬さがちょっとあるよ。え？そうだ。ちょっと硬い。4個目は8番のいちごショートケーキが出ました。おいしそう。美味しそうだね。ママ食べれねえわ。じゃあ、おーちゃん5袋目、はい、ママのクレープを狙いたいです。神様、これね、めっちゃクレープっぽい気がする。神様、クレープお願いします。はい、神様、仏様、ま、仏様だ。あ、うん、あ、よー、後ろもさ、ちゃんと再現されてるの。ほら、ちゃんと生地をさ、再現してある。すごい。いい、いい。いい、これ。いい。5個目で、ママが欲しかった6クレープが出ました。やったー！やったー！イエーイ！じゃあ、まーちゃん、おーちゃんは次何出たい？パパ、クレープ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 。パパ。じゃあ、ママは3番のいちごロールケーキ。わお。これを狙いたい。わお。これを狙っていきます。よし。あたしです。はい。はい。パンケーキ出るかな？母ちゃん、お願い、出てくれ。なんだ？チーズケーキだ。おぉ、え、違いよ、誰も狙ってくれ。ティリリ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 リ。はい、6個目に出たのは5番のチーズケーキです。はい、このような形でございます。はい、じゃあ次、じゃあ7個目、おーちゃん、よーし、あ、破れちゃった。よいしょ、破れ、うん、おお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 、欲しいやつ2つ目出たぞ。パパの欲しいやつ絶対狙うから。おーちゃんも、えっと、知ってる？あー、いい、めっちゃいい。7個目3番のいちごロールケーキ、ママが欲しかったやつが出ました。ありがとう、おーちゃん、いきますか。うん、まーちゃん、お願いします。はい、せーので。今までかぶりないね。そういえばそうだ、一個もかぶってない。おお、カステラ。お父さん好き？カステラ好きかな。カステラさんは間違いなく美味しいよ。おお、うん、アングルの角度が違うんだよ。7番のカステラが出ました。はい、じゃあ、おーちゃん好きあります。おーちゃんはお父さんを狙います。それっぽい気がする。お願い、おーちゃん、ね、これね、これ私そうだと思うよ。お願い、ほんと。せーので、うーん、せーので、うぅー、出た出た、出た、すごい、かわいい。ちゃんとバター乗ってます。わお、ね、しかもこう溶けたバターが流れ落ちてる。これ蜂蜜じゃないですか？あ、あ、待って、プーさんか。あー、なんかこれが一番気持ちいいかも。ほんとほんと、うん、やってみて。お父さん触ってみて。そん
なバカな、みんな同じでしょ、スクイーズは。気持ちいい。9個目に出たのが4番のパンケーキ、パパが欲しいやつです。よかったね、パパ。よかった、ほんとよかったね。え、じゃあ最後の1個何か予想しようよ。そうだね、多分この勢いなら被らないと思うんですよ。で、出たのが蒸しパン、いちごロールケーキ、パンケーキ、チーズケーキ、クレープ、カステラ、いちごショートケーキ、シュークリーム、シークレット。出てないのは2番のロールケーキと10番のエクレア。パパはエクレアだと思います。エクレア？ちょっと見て。お母さんもエクレアだと思う。何かぶれてるんだよ。じゃあマッチ開けて。でも、うん、これはケーキの王道ですよ、なんとなく、のです。ののです。あ、ほんとだ。え、のってのです、のの。ほんとだ。ののだよね。最後に出たのはロールケーキ、2番のロールケーキでした。ののロールケーキ。はい、リーメントのもっちりケーキ屋さん、今回出た10種類はこちらでした。うん、じゃ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 ーん。それじゃあですね、この出たスクイーズたちでスクイーズつぶつぶ対決をしていきたいと思います。突然決まった対決です。はい、はい、パンダのスクイーズの上にこのリーメントのスクイーズを重ねていって高い方が勝ち。制限時間は1分です。真のスクイーズマスターは誰だ。私だ。お前が。はい、行きます。よーい、スタート。頑張れ頑張れ、うまく積んで。うまく、頑張って。いけ。おじゃ、諦めないで。おじゃ、諦めないで。下の方は大きいの方、置いた方がいいよ、大きいやつ。まーちゃん、積み直し。お、頑張れ、頑張れ。ギュッてしない方がいいよ。30秒経過。残り20秒。残り10秒。なんか一つでもいいから積んだ人の勝ちな気がするよ。一つでいいから積んだ人の勝ちだと思うよ。5、4、3、2、1。ブブー。相手離して。はい、まー、あ、ちゃん手離して。はい、今日はリーメントのスクイーズもっちりケーキ屋さんを10袋開けました。はいはいはい、ね、一個も被らなくてよかったね。うん、だ残り1個のエクレアが欲しくなりました。でも、このスクイーズが外から触ったら結構ね、中身が分かる感じがするので、もし売ってるとこ見つけたら探したいと思います。はいはい。まーちゃん、おーちゃんはどうでしたか。楽しかったし、プニプニだったし、3回目でシーフードが出るなんて。びっくりだね。おーちゃんは。うん、おーちゃんはシークレットが出てよかったです。うん、2人ともお気に入りはこのカメさんのシークレットね。うん、だけどね、うん、蒸しパンの方が好き。だってすごい柔らかいから。あー、柔らかさは蒸しパンが1位でした。皆さんもね、見つけたらとっても可愛くて気持ちいいのでやってみてください。ボカーン。ちょっとパパ、さっきから何やってんの。いや、スクイーズマスターに挑戦してるんですよ。で、どこまで出たの。ダメだ。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。また見てね。バイバイ。かわいいかわいいに。最近それにハマっております。
게 すごい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。